こんにちは、カナダ在住の山田スです。ボロボロ出る利益相反、詐欺組織犯罪の可能性もトランプ追求の裏側ということで話をしていきたいと思います。 はい。えっと、今回なんですが、トランプ大統領に吹っかけられているめっちゃくちゃな裁判に関する話をしていきたいと思います。え、まず最初は、あの、おとついの動画でも紹介しました、作家のジャン・キャロルっていう人による、え、名誉毀損裁判に関する続報からですね。えっと、まず、あの、おとついの動画の冒頭で、トランプが被害者ずらしてるっていうね、あの、朝日新聞のアホ記事を皆さんに紹介しましたが、あの件でちょっと笑っちゃったことがありまして、あの、NBC ニュースでね、ニッキー・ヘイリーが、もう、全く同じことを言ってるんですよ。 <laughs> で、しかも、あの、倍信員を100%信じるとも言ってまして、 ま、要はあの裁判はフェアなものであったというようなことを言ってるんですが、もう本当に落ちるとこまで落ちるとすごいもんだなっていうふうに思いますよね。で、あとはですね、今あの、これはもう完全に別件ですが、民主党はね、スーパーチューズデーに向けてニッキヘイリーに投票するようにめっちゃ呼びかけてるんですよ。あの、スーパーチューズデーっていうのは3月5日にあるんですが、あの、予備選挙が集中する日なんですね。で、あの、その日にある予備選挙の大体半分ぐらいがオープンプライマリーって言って、あの、民主党で登録している人も共和党で投票できる ですよまあなので、今回やるじゃないですか、民主党側って正直もう投票戦でもバイデンが勝つような仕組みになってるんですよね。だから民主党の方で投票する意味がないので、だったら、ニッキー・ヘイリーに投票しに行こうかみたいなやつは絶対出てくるんですよね。はい、まあそのあたりに頼りきってるんですが、もう本当にもう、共和党を辞めて民主党に行ってしまえって思うんですけどね。はい。 という、まあ、話はちょっと横に置いときまして、え、このジャン・キャロルの裁判、簡単にどういうものだったかだけ振り返っておきたいと思うんですが、あの、123億円というとてつもない賠償命令出たんですよね。で、あの裁判の発端っていうのは、まあ、例えばその、トランプ大統領がこの強姦疑惑っていうのを否定したと。で、しかもその時になんかタイプじゃないだろあのあの、お前は誰だみたいなこと言ってきた。で、さらにその疑惑が書かれた2019年の本を、あの、まあ、嘘しか書いてないから、フィクションのコーナーに置けばいいじゃないかっていうふうに発言したことに対して、まあ、腹を立てて、 あの裁判を起こしたってことなんですが、だってフィクションじゃんっていう話なんですけどね。で、あの、この裁判がいかにめちゃくちゃだったかっていうのはちょっと簡単にまとめますと、 例えばその、トランプにやられたって主張している、まあ、何日かは覚え出せないにしても、何月かも覚え出せなければ、季節すらもわからない。で、年もブレブレ。1994年って言ったかと思いきや、95年って言ったりとか、あたは、たまた96年って言ったりとかね、季節も春になったり、秋になったり、もうどうなってんねんと。で、えっ、ー、と、さらには、その時着てた服は、これは覚えてるのっつってね、あの、雑誌にそれをね、着て、ど々とど,うどうこんなかっこよくね、え、このドレスがその時の服よ、みたいなことになってるんですが、あの、その時、 この服のタイプ、存在してませんけど、みたいなね。はい。で、その結果、いや、やられたのは1996年2月に変わりし、違いないんだ、みたいな感じでえ、どん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 アップデートされていったんですが、はい。で、あとは、あの、その、広域室でやられたって話なんですが、その、デパートの構造と広域室の構造とか、その、言ってることと実物とか全然違うっていうね、お前はどこのデパートの話をしてるんだ、みたいな感じですし、あと、民主党メガドナーがね、裁判費用を出していますし、トランプ潰し裁判のためにニューヨーク州議会に働きかけてたことを、あの、担当弁護士 一緒にね堂々と、自慢していますしであと全く同じ場所で、全く同じシ,リアシナリオの、ローアンドーダーっていうね、そういう番組がある。しかも、ジャンケロルはそのね、番組が大好きだって言っています。で、あとは、襲われることはセクシーだとか、あと、ぶっ飛んだ私生活そのね、自分の犬だか猫だかわかりませんが、なんか女性器の名前つけたりとかね。はい。まあ、そういうようなことやってるので、そもそも私生活がぶっ飛んでんだから、こんなもん言われたところで損害もクソもないじゃないか、みたいな主張もするためにもこういうの必要なんですが、 もうこれら全てが、売信員の証拠として提示することを拒否されたんですよね。 だともう一個加えて言うと、このね、当時着てた服っていうのを本人が言うには、えー、そのやられたショックからよく知りませんが、その日以来、一度も着てないし、えー、一度も洗ってないっていう風に言ってるから、じゃあトランプの DNA 何かしら付着してんじゃないんですかっていうことで、調べさせでよって言ったら、いや、それは無理ですって拒否されて、で、裁判官は、うん、じゃあ仕方ないねっていうことで、それも許しちゃってるっていうね。はい。えー、っていうのはめちゃくちゃな裁判だったんですけれども、あのー、結局、 基本的には2023年5月にね、あの、強姦に関してはこれ否定されてるんですよね。まあ、なんで未だにトランプレイプマって言ってる人はバカとしか言いようがないんですが、あの、それは否定されていて、あの、もうこれが意味わかんないんですよね。証拠もクソも何にもないのに、セクハラは認定するっていうね、これも意味がわかんないんですが、はい。で、その時にだいたい5、6、えー、7億円くらいの賠償命令が出たんですが、今回、その、その、さらに追加で出てきたのって、その時の16倍以上なんですよね。 これあの、いろんな冷静な分析が出てきてるんですが、普通に考えてありえない数字だっていうことなので、この後控訴をしたら、まあ、間違いなく減額はされる。てか、そもそも今回証拠がグラグラすぎるので、あの、控訴したら、あの、そもそもこれ自体全部ひっくり返る可能性もあるっていうね、主張もあるんですが、はい。まあ、とりあえずこんな裁判だったんですね。で、えー、っと、そもそも、なぜに、こんなめちゃくちゃな裁判が、 成立していたかって言ったら、担当判事がやばかったからなんですよね。これニューヨークポストが報じていたんですが、えー、今回の担当した判事と原告側の弁護士、えー、もうズブズブの利益相反関係なんじゃないかっていうことを報じております。えっ、ー、と、まず、あの、今回担当判事は、あの、ビル・クリントン政権の時に指名されているルイス・キャプランっていう人なんですが、このキャプラン判事、今回のこの、 ジャン・キャロルの担当弁護士の特にトップの弁護士をやっているロベルタ・キャプランっていうのがいるんですが、この人と同じ法律事務所で昔働いてたことがあるんですね。で、それ単なる顔見知りレベルではなくて、あの、メンターのような存在だった。まあ、要はその、なる世話役みたいなことをやってたわけなんですね。で、これ普通に考えてもう裁判担当しちゃダメなんですよ。にもかかわらず、あの、そのことをまず明かさずに裁判をやって、で、今回ようやくそれがバレた。 で、もう一個言うと、これこの前の動画でも言いましたが、あの、このキャロル弁護団のうちのもう一人のね、別の弁護士の結婚式の司会もやってるんですよね。まあ、そういうそのプライベートで非常に仲のよろしい方々の、えー、判事をやってるもんだから、そりゃあね、何かしらのエコ引きするわさって、てかエコ引きしてないっていうのはもう、 通じないよっていうレベルの裁判なんですよね。これ多分、あの、反トランプだろうが何だろうが皆さんそれは納得すると思います。納得しなかったらちょっともう話ができないのでもう知らねって話なんですが、はい。で、あともう一個言うと、この判事ってあの、重要な裁判やたら任せられてるんですよね。今回のトランプ裁判もそうですし、あとはね、エプスタインの被害者女性とアンドリュー王子の裁判の担当もやってましたし、あとはあの仮想通貨詐欺で大炎上したあの、えっ、ー、と、サム・バンクマンフリード ?SBF ってよく言われてましたよね。えー操の の裁判の担当もしている判事なんですねはい、っていう中民主党にとって非常に重要なのをすべて任せられている人物なんですがはいなんでこんなめちゃくちゃに裁判になったかって言ったらまあ、こういう利益相反っていうのが実はあったからだということですねはいでこの辺も踏まえてトランプ陣営は控訴するということを発表していますのでまあこの後控訴審がどうなるかっていうのを見ておきたいと思いますはいというのがまず1個目の話でもう1個がジョージア州 ジョージア州フルトン郡の地方検察官にファニー・ウィリスっていうのがいます。えー、こやつによってトランプ大統領とその側近たち、まあ、あとプラスあのうで裏切り者のやつもいますが、はい、えー、合わせて19人は、あの、組織犯罪などで起訴されてるんですよね。で、ファニー・ウィリスといえば、あの、有名な話として、あの、ジョージ・ソロスから多額の金を受けているソロス・チルドレンの一人の極左検察官ということなんですが、えっ、ー、と、ざっくり、どういう話で、あの、起訴されてたかって言ったら、2020年選挙結果を屈 返そうとした罪なので、起訴されてるんですよねでえこの件に対して、例えば、電話で州務長官脅迫したんだっていうのは、これも、あの、意味不明なんですよね。あのー、何でしょう、切り取りも切り取りですしっていう話ですし、で、あとは、あの、偽造選挙人票を作ってどうのこうのっていうことでも起訴されてますが、いやいや、それ1960年に民主党ジョン F ・ケネディが先にやってんじゃねえかっていう話なので、まずはその民主党の英雄さんをね、あの、起訴してからにしてくださいなって話ですし、あと、捜査するように圧力かけたっていう話も、 これあの2000年にアルゴア陣営が先にやってるんですよね。アルゴアというのは民主党です。はい。で、えっ、ー、と、特にあの当時、 アルゴア陣営のその弁護団引いてたのがアラン・ダーショウィッツっていうね、有名な憲法学者なんですが、ダーショウィッツさんもね、なんで俺起訴されてねえんだってうう不思議がってるぐらいね、あの結構いろいろやったぜっていうふうに言ってるんですよね。はい。で、その一環も含まれて電話で州務長官脅迫したっていうのは、もうダーショウィッツさんも意味がわからんっていうふうに言ってるんですが、はい。あとあの、組織犯罪だってことで、利己法っていうのを使ってるんですが、これもね、構成要件満たしてねえだろっていう話で、利己法っていうのはあれ金融犯罪とか、というならその集団暴行みたいなものが限られるんですよ。 なんで、何をもってそれを使ってんのかは全くわからんっていうね、そういう意見もありますし、まあ、とにかく何から何までめちゃくちゃな、あの、やつなんですよね。で、今回その基礎内容に関する話ではなくて、ちょっと前の動画、この動画でも言いましたが、このファニーウィルス。 今回のそのトランプ陣営の追及に対して特別検事法を3人起用しているんですが、そのうちの1人ネイサン・ウェイドっていう人物がいるんですね。で、この人物に疑惑というかまあ事実なんですが、あのどう考えてもアウトだろうっていう話が出てきているんですが、まあそれが1月8日の申し立てで明らかになったこのファニー・ウィリスとネイサン・ウェイド交際関係にあるじゃないかっていう話。 で、しかもそれが、あの、どういう問題になっていくかって言ったら、大きく分けて4つの問題がありまして、1つ目が、ジョージア州の弁護士倫理規定に違反している、独立した判断というのが必要って定められてるけれども、もう不倫関係にある以上は、独立した判断もクソもねえだろっていう話。 で、二つ目がそもそも、この、ウェイドを起用する方法に大問題。え、予算の不正使用、不正受給、手続き違反ということで、え、特別検事法の採用、これお金絡んできますから、え、必ずフルトン軍の承認が必要なんですね。ところがそれを得た形跡が一切ない。で、え、それがないっていうことは予算を配分できないはずなんですが、ファニービルスどうしたかって言ったら、コロナ特別予算からそれを引っ張ってきている。コロナ予算とトランプ追求、これ全く関係ないですから、これも不正な利用、 で、その、不正に支払ったお金をどうしたかって言ったら、ありえないぼったくり料金で渡しつつ、旅行三昧もしてるっていうことで、えっ、ー、と、例えばもうすでに100万ドル、まあ、い1億円近いような、え、給与を、この、えっ、ー、と、ウェイドに払っていると、もうフルトン軍検察官の5倍以上ですからね。で、さらにはその中から、えっ、ー、と、まあ、ウェイドの金イコールこれ税金で賄われてるわけなんですが、まあ、えー、国内旅行であるとか、 あとは、ま、世界旅行ですよね。クルーズ旅行とかいろんなところ行ってるんですが、あの、ま、この辺の、あの、話は、詳しい話はこちらのね、あの,のも、も一週間、二週間くらい前の動画をご覧ください。はい。あともう一個、明らかな不正請求っていうのもバレてるんですが、これも過去の動画を見てください。はい。ていうようなことで、あの、この、二人の交際関係っていうのはバレたっていうことで、あの、本来だったら、もうトランプ捜査っていうものをやる以前の問題だっていうことで問題視されてるんですね。で、えっ、ー、と、この件に関しては、 あの、あの、ワシントンポストでさえも、ウェイドの起用疑問視してるんですよ。これをあの、その前のね、動画でも言いましたが、今回のケースって、歴史的なものですよね。だって、元大統領と、その側近たちを一斉に起訴するわけですよ。もう、これほどとつつもないものにないだろうって話なんですが、じゃあこのネイサン・ウェイド、それができるだけの、相当な、その技術と経験があるかって言ったら、あの、ウェイドは刑事犯罪の経験ほとんどないと。 例えば、部分で主任法務官は確かにやっていたけれども、その時の業務というのは、交通違反の処理であるとか、軽犯罪の処理であると。 で、独立した後は家族法を主に扱っているので、組織犯罪とはもう、全くもって遠い人間であるはずだと。にもかかわらず、起用されるっていうのは確かに怪しいっていうふうに、ワシントンポストも指摘してるんですね。で、さらにね、これいいですかワシントンポストが報道してるんですよ。特別検事法としての行動も問題視していまして、え例えば、ブライアン・ケンプ、ジョージア州知事の、えー、顧問弁護士が、この、ウェイドの王兵の振る舞いに苦言を呈してるっていうことであるとか、 あとはその基礎対象ではないトランプ大統領の側近たちがいるんですよね。で、その人たちに対して、あの、このウェイト自身には権限が全くないにもかかわらず、そのオフレコになったタイミング、記録に残されないタイミングで、トランプ大統領にとって有利になる発言しないように圧力をかけていたと。 で、これに従わない場合は、基礎対象にするぞ、みたいな脅迫もしていたっていうね。はい。えー、まあ、なんでこれも職権乱用も甚だしい話なんですが、あの、このあたりをですね、まさかのワシントンポストでも報道してるぐらい、このウェイドっていう人物どうなんだっていうふうに言われてるんですね。はい。まあ、それが今、どん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 話でかくなってきているんですが、あの、これまでさっきも言いました、1億円近い報酬受け取ってるんですよね。で、それをファニーウィリスとの旅行に使うっていうことで、あの、お金をくれている人物に還元している仕組みになって てるっていうことでこれそのまあ最後のところでも言いますが詐欺にあたる可能性がある で、さらに言うと、その、ファニーウィルスの地方検察官オフィスを使って、で、特別検事法っていう、その、役割も使ってっていう、組織犯罪なんじゃないかっていうね。えー、なんで、その、組織犯罪でトランプ起訴してるけれども、そもそもそれをやってる連中たちが組織犯罪やってんじゃないか、みたいな話にもなってきているんですね。はい。で、そもそもこの不倫の証拠ってなんで出てきたかって言ったら、あの、ウェイドの奥さん、すごく綺麗な奥さんがいらっしゃるんですが、あの、元々主婦をしていて、で、あの、今回離婚する することになったんで,す、ねで、えっ、ー、と、主婦してたんで収入がないと。なので、ウェイドとのその夫婦口座にあるお金にアクセスしないといけないんですが、ウェイドはもうその本当にポイって捨てたわけなんですよ。あの、夫婦口座にもアクセスさせないっていうことで、今訴訟で揉めているんですが、まあなんでこの一貫、この訴訟の一貫でウェイドの奥さんの方から、あの、その今の収入とかを全部出せと。 で、え、それをから算出して、あの、どれぐらいの賠償にするかとかそういうのを算出するんだみたいな話で、え、その一環でですね、ウェイドのその、クレジットカードの決済履歴っていうのは裁判所に提出されてるんですね。で、それがもう今誰でも見える状態になってるんですが、その中見てみると、え、ウェイドがファニー・ウィリスに、え、例えばカリフォルニアとか、フロリダ州であるとか、あとはカリブ海のクルーズであるとか、ノルウェーでのクルーズであるとか、あとオーストラリアとか、パナマとか、ベリーズに連れて行っていたと。 で、さらには、ここにあるんですが、この、えっ、ー、と、ボ、ーマンクララっていう人の名前が出てくるんですが、これね、ウェイトのお母さん。お母さんをヒューストンから、えー、マイアミに連れてくる。マイアミフロリダ州ですね。はい。なんで多分、ファニー・ウィルスと3人で過ごしたんじゃないのかなっていうふうに思うんですが、 まあそういうお金も使ってるってことはもうめちゃくちゃその不正に得たお金をあの自分たちの私腹を肥やすのに使ってるっていう風に今なってきてるんですね。はい。で、これらの証拠があって何が問題かって言ったらまあ倫理規定違反の嵐っていうことになってくるんですがあのデイリーコーラーの調査報道によりますとファニーウィルスこのウェイトから受け取った航空券とかクルーズ旅行言うならこれギフトみたいなものですよね。 これを隠してたっていうことが明らかになった。まあ、当たり前ですけどね。はい。あの、隠してたから今問題になってるんですが、本来だったら、これあの、禁止されてるソース、同じその、利益関係にあるようなところからの利益供与に当たる。で、えっ、ー、と、100ドル超える場合は公開しなければならないっていうふうに倫理規則で定められてるんですが、まあ、それを怠っていたということなんですが、この件に関して、あの、ぶっちゃけね、 倫理違反って言われても、なんかそこまで重い感じしないじゃないですか。 正直なんですこ。僕の感覚だけかな多分、そういう人いると思うんですが、ただね、この件に関しては、あの、コートニー・クレイマーっていう元ホワイトハウスの顧問弁護士やってた人が言うには、仮に意図的に隠していた場合は、もう単なる倫理違反じゃないと。刑事罰の対象になるレベルになって、相当な額の罰金とかを支払わされる可能性は十分にあると。で、当然その件っていうのは、その賠償員への信証にも影響してきますから、裁判にも、あの、トランプ陣営にとってはいい意味で影響する可能性は出てくるということなんです。 ですねはい。で、さらに言うと、1月14日にファニーウィリスイベントのところで講演やってまして、えっ、ー、と、私は今、レイシストの標的にされてるって言ってるんですね。で、えっ、ー、と、この特別検証をさっきまで3人雇ってるんですよ。3人雇ってるうち、2人白人なんですね。で、今回問題視されてるウェイドだけが唯一黒人であると。で、そこをとってウィリスは、ほらねと。黒人だから、 ウェイドは問題視されてるのよとで。私も別に完璧な人間じゃないけれども、私黒人だからこんなことにされてる。だから我々はレイシストの標的にされてるんだって言ってん、言ってんですが、いや、バカかと。あのあ、あなたが不倫してるからそうなってんでしょって話で、あの、まあ、本当にね、こういう左翼連中たちってね、あの、自分は悪くないんだ、自分は悪くないんだってよう言いますが、本当にやっちゃってるんですよね、そういうことをね。はい。で、この発言って正直今聞いて、まあ、 ふ、なんかね、左翼さんの通常運転じゃないんですかって思ったと思いますが、実はこれ大問題なんですよ。あの、先入観を持たせる非公式な発言を禁止するっていう規則に違反する行為なんですね。で、これ最高で弁護士資格剥奪レベルの大問題発言なんですよ。今回のファニー・ウィルスの発言っていうのは、えっ、ー、と、YouTube でも公開されています。で、えっ、ー、と、地方のメディアも取り上げました。で、なんなら主要メディアも取り上げてます。つまり、えっ、ー、と、この後そのトランプ裁判になりますと。 で、そうなったときに、えっ、ー、と、ファニー・ビリスは、要は担当検察側なわけじゃないですか。そっち側から、そのトランプに対、からのその、なんかいろいろ言われていることに対して、陪審員に対して先入感持たせることになるんですよね。要はトランプたちが言ってることは、ファニー・ビリスが言う通り、レイシストなものだっていう先入感持った状態で裁判に臨めば、まあ、ただでさえバイ、ね、バイアスのかかった陪審が今回担当することになる可能性は高いんですが、ま、さらなるバイアスになる可能性があるんですよね。 で、そういうような先入感を持たせる発言っていうのは、これ、禁止されてるんですが、まあ、ファニービルスは完全にそれを無視してやっているということで、まあ、こういうその倫理規定の違反の嵐っていうのが今起きているんですね。はい。じゃあ、これからどうなるかっていうところがね、皆さん気になるところだと思うんですが、ひとまず2月15日に裁判があります。そこで、え今回のこの不倫の件であるとか、あとは、えっ、ー、と、このなんか先入感がどうのこうの、レシストどうのこうの発言が吟味されることになってるんですが、 ま、ちょっと裁判官がね、結構民主党寄りの人なんですよ。まあ、なので一番悪いケースは、厳重注意でおしまいっていうパターン。これは良くないやつですね。はい。で、えー、と、期待はしたいけれども、ほぼ無理なのが、棄却されるっていうこと。あり得るのは、あの、検察を変更するっていうことですね。はい。なので、ファニー・ウィリスとかウェイトとかが外されて、全然違う人が担当するっていう風になる可能性は十分あると。 で、えー、っと、あとはもう一個、これがね、一番重要であり得てほしいんですが、管轄地区の変更。今回の、ね、そのファニー・ビリスの発言によって、えー、その、えー、っと、今回、フルトン軍っていう、これはもうゴリゴリの、その民主党が強い軍ですから、えー、っと、そこの、 住民たち、えっ、ー、と、軍民たちっていうんですかね。はい。えっ、ー、と、からの住民たちではないところで裁判やりましょうっていうことで、えー、比較的もうちょっと緩いところになれば、これはトランプ陣営とって有利になりますから、はい。この管轄地区の変更っていうのがね、受け入れられれば、それはいいなって個人的には思っております。はい。 で、あとはですね、あの、そもそも、これちょっと長くなんで簡単に事実だけ言っておきますが、ファニー・ウィルス2022年に、あの、現、ジョージア州復讐知事に対する起訴をやろうとしてたんですが、あの、政治的バイアスを理由に禁止されてるんですね。裁判所から、お前、その民主党に偏りすぎだっていうね、そういうバイアスをいろいろ言われて、あの、関わるなっていう風にされてたんですよ。はい。っていうことで、まあ、その辺も今回利用できるかどうかっていうところも注目ですし、あともうジョージア州議会が動いてます。え、上院議会が、議会権限使った捜査を開始する ことこれも確定しておりまして、これからあの急ピッチでファニーウィルスの荒探しをするってことですね。で、さらに下院議会も乗っかってまして、えっと、去年ね、ジョージア州最高裁に無効にされちゃった、あの、検察官を調査する法案っていうのがあったんですが、これをね、もう一回可決させることによって、えー、もうその下院議会からも動けるようにするっていうね、そういう今全力であの、このファニーウィルスの悪さっていうのを探そうっていうね、そういう段階に来ております。はい。 で、え、議会が探す、えっ、ー、と、調べるのは何かって言ったら、このファニー・ウィルソンの行動っていうのが、宗民から集めた税金を不正に騙し取る詐欺行為に該当するかどうか、で、手続きは適正だったかどうか、政治的目的でないかどうかっていうね、このあたりを調査するっていうことなんですが、はい。えー、まあ、ひとまずこういうふうに一応そのやられっぱなしではなくて、反撃もしているところがあるということで、今回は終わりたいと思います。はい。えー、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。えー、最後は、あの、ジャガ君とね、戯れていたデブちゃんなんですが、こうやってもう、ね、へそ天状態でね、 え結構余裕こいて、あの、最近ジャガ君の相手をしてるんですが、正直見てて <laughs>、負けてるよって僕は思っちゃうんですけどね。結構、あの、ジャガ君にボコボコにされつつありますから、ね、体格差も出始めてますからね。ちょっとデブちゃんそろそろ一回、一回ね、え、なんでしょう、あの、鉄拳をね、入れた方がいいんじゃないのかなと見てて思うんですが、はい。ということで、あの、仲良しジャガデブでございましたということで終わりたいと思います。え、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。